おかえりなさい。今日はどうしますか？はい、どうも、みつさん。クリス・ペプラーです。似てな。はい、デトロイトやっていきます。続きやっていきます。コンティニューでやっていきます。はい。前回はあれか。ハンクとアンダー、ハンク・アンダーソンの、どうちゃらこうちゃらで、めっちゃアンドロイド嫌いやんってことが分かったね。あと、尋問したアンドロイドが、キツツキの要領で、自分の頭を破壊して、ぶっ倒れましたけど。あれ、なんなんや。あれが自己破壊か。自己破壊思ったよりも、アナログの方法であるんやな。びっくりしたわ。中でなんか電子カルぶった切るとかじゃないんやな。さて、今回は順番でいくとカーラの話になるのかな。あの、小屋で一晩を過ごした後か、過ごして途中なのかわからんけど。トット殺ししちゃったから早く逃げないといけないんだよな。次どこ逃げるのってところかな。じゃ全然始まんない。今回結構あった。ありがとうございます。どここれ？もう、あ！カーラですね。アリスは信用しています、ただいま。多分いろんなことがさ、コンビニでさ銃とか使ってみたいなのあったけど、そういうことはさせないようにしよう、カーラには。アリスのためにも。まず火も起こすか。ボン。な、何これ。ゲーム？まあ、何もできんやろうな。ん？これ、本じゃない？デトロイトトゥデイ。サイバーワイルドライフ。ワイルドか。ワイルドライフね。なんだよ。サイバーワイルドドライフがなんかあるかと思った。平均寿命91歳に。やば。上位 0.4% が世界の遺産の 94% をやば。俺 6% 人間や。全然や。全然、スワイプができん。うわ、すごい、白熊だ。なんか、世界一凶暴な、何だっけ、動物？なんかめちゃめちゃ怖いみたいなね。クソでけえしな、こいつ。おさがめ？北極のマウンテンゴリラ、アフリカゾウ、スーシのトラ、トラだけ分類ちゃんとしてあげてよ。動物園幅広い年齢層向けであるとして、若い世代に。これもアンドロイドなのかな？なんかアンドロイドっぽいな。こめかみになんか、あれたまたま光の反射そうなってるのかな。北極熊にもついてるように見えるけど。現存する動物の絶滅に関心が損なわれているのではないか。あ、なるほど。だから、本当に生きてるやつじゃなくて、こういうものが今、この世の中にいますよってので、アンドロイド、動物型アンドロイドを使うわけね。はいはいはい。まあ、それはいいことじゃない？カナダ。アンドロイドフリーを保つカナダ。どういうこと？アンドロイド使ってないの？あ、アンドロイド。使ってないんや。カナダすごい厳しく、こういう国もあるやろうなと思ってたけど、まさか1個上の国であると思わなかった。でもあれじゃない？信長の野望で言ったらさ、アメリカとさ、言うたらアラスカ、まあそれもアメリカだけど挟まれてるから、そこでチビチビ突っ込んでったらアンドロイドで制圧できるんで、城取れるぜ。カナダ領選挙できるわ、これ。アンドロイドフリーエリアに。結構頑張ってるんやな。人間がちゃんと人間として働くべきやみたいな。ちょっと自分でも何言ってるか分からなかったけど、アンドロイド任せにしない世の中を作ってるんやな。アリスが起きるのを待つ。様子を見る。
起こすってなんのかな。調べる。起きなさいっていうか、まあ寝てますね。よし、ちょっと2回行けるんだったり、あ、鏡だ。こいつも取るんじゃないか。こめかみ、見た目を変える新しい服を見つける。ドゥン、ないな、クソ。行ってみたいな。よしよし。あ、ちょっとサクサク上がるようになってる。ほら、こうやってこんな感じで上がるのね。いいですよね。なんもないかな。ちょっと、はい、いろいろ入ってみたいけど。お、かな、これは。クローゼットだ。バーン。いや、これはちょっとあれかな。嘘。着替えるんですか。いや、アンドロ、鏡反射しろ、鏡反射しろ。もうちょっと開けろよ。おい、ちょっと良くなった。おお、てか羽織るだけやったんやから別にそんな。おお、すげえ、全部変わってる。あ、ちょっと銃取っとこう。思ったかね。ないか。髪を切る。力士じゃねえんだから。断髪式とか やらなくていいんだよ、別に。あ、ありそうやな、ここ。アリソン・フェリックスだわ。髪。見る。掴む。いけるんか。もうここアンドロイドの。能力でいけるんかな。切る。いやー、その髪でもいいと思うけどな。あー、ごめんなさい、ごめんって。あー、でもその顔いいな。 R1 も押しちゃったせいでなんか変になっちゃった。うー、あ、髪でも伸びないから、もう自分もこっからはもう。あー、すごい、ざっくり切ったな。ああ、もう思ったよりショート。木村カエラみたいになった。オプションにアクセス、これないくらでも変えれるんかな。白は、いや、ただね、この多分、あ、これカーラやったよね、やっぱ表紙のやつ。髪の毛色、別にこれでもいいけど、どうせちょっと色いろいろ見てみたいな。あ、ちょ、黒っぽくしてみる。うわあ、ちょっと待って待って、見たいんだけど。あ、これめちゃくちゃ良くない。白は、あー、白はちょっと金ミレイさんみたいな。ちょっとな、そんでくれ。金は、あ、金、あー、やっぱ黒かな。黒か茶色やな。ちょっとね、鏡越しでしか分からんからさ、なんとも言えねえんだよな。どっちだろう、白だけはちょっとないかな。ちょっとなんかこれ黒でいくか。黒でいきましょう。あ、めちゃくちゃいいじゃん。あ、それ取りたいね。あ、その手でいけるもんな。ハサミでクイッてやんの、クイッやんの。いやー、音がグロいもん。うわさ、できんかった。ちょっとチキ、グサまで刺したのに。引く衝撃でコントローラーってか、スティックずれちゃった。いやー、グロいグロい。はい。あー。アリス。いや、めちゃくちゃいいな。いやー、レオンに出てた。あ、やばい。いや、でも
助かった。行っていい。やべえ、ハンク。念のため何か目撃情報がないか聞き込みさせて。やばい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 。何かあったら知らせろ。コナー来るって。あれどうすんだ。どうしたもんかね。マジでここで。あれか、なんかハンクと友情。え、こっからコナー。いやね、通りかかったバスに乗って終点まで降りない。やべやべ、わしらの話じゃん。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと。変異体ですよ。感情に圧倒されると理不尽な決断をするんです。それで一体どこにいるんだ。やべ、まだ近くにいるのか。やばいぞこれ。計画もなく行くあてもない。これどっちの味方するかとかなんのかな。あ、おっ、この子に食べ物を見つけてきた。ほら食べよ。ドン引きしてるやん。誤解を解くためのプレゼントだよ。料理するんだ、人間がするようにね。肉を焼くんだ。やめろお前。ほらお前、ロー・ウィーズリー、イカれたロー・ウィーズリーみたいになってるやんか。断るか。ラルフ、本当にありがとう。でももう行かないと。行く？この子が食べ終わってから行けばいいだろう。すごいびっくり、家族すごいビビってるんだもん。お父さん、お母さん、娘だ。お前どこにいんだよ。座る？よし、それでいい。いや、脅されてるのか。ラルフはこの子のために一生懸命食べ物を探してきたんだよ。なのに断るのは失礼だ。まあまあまあ、だろう。こいつもなんかもう。ああ、お前そこで調理するの。あ、なんかでもこうじゃねえ。絶対に気に入る。とってもジューシーだぞ、ジューシー。ジューシーだ。やばいな。父さん、母さん、娘だ。ねえカーラ、私食べたくない。なんだって。うわぁ、いや、ほんとのことよ。食べたくないと言ったのよ。あー、下がっちゃった。これじゃ不満だっての。もっといいものがいいって。でもラルフがせっかく取ってきた、だから食べるんだ。めちゃくちゃ怖いやんこいつ。さあほら食べて。食べないの。食べろ。あ、怖い、怖すぎる。こいつ、お前バレちゃうぞ。お前外に警戒いるんやぞ。食べろ。ジェーンの子、離れて。じゃなきゃ頭をぶち抜くわよ。もう下がってもいい。ここアリスが下がってもいい。アリスを守るためだ。すみません。あ、フェンスにブルーブラッドが。え、他にもアンドロイドがいたんだろう。嘘やろ、こっから。マジで嫌だー、マジかー。これラルフがなんか、嘘やろ、こっから食べろって言ってバレちゃうんだよ。嘘やろ。覗く？いや、ここ覗かずに行くか。ちょっと待って、こっちは。いや、怖っ。嫌だ、コーナーで、あれ、カーラの運命変えたくない。こっちもある。こっち無理なんかよ。んだよ、クソ。マジかよ。女の子だ、女の子タイプだから守るとかじゃなくて、
単純になんか、いや、なんかアリスがどうなっちゃうんだよ。あ、いたし。あ、いいたし。あ。安心させる。怖がらないで。傷つけたりしないよ。もう傷ついてるしな。ラルフは優しくしただけだ。助けたかったんだよ。どこに行った裏口から逃げたよ。コナー、どうなってんだ。近くにいます、応援を。うん、なんでどっちに行ったんだ。あっちだ、地下鉄の駅に。行ったやろ。コナー走って、やめて、コナー来ないで、コナー来ないで。うそやろ、バカみたいな走りやん。ちょっと待って、これ、やだ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 よ。こんな時にしか走れねえのかよ、逆に。めっちゃ走る。やだ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 、行きたくない行きたくない行きたくない。いた、あそこだ。嘘でしょ。絶対逃げるからな、こら。絶対逃げるからなと言って。どこ行った。行かんでいいか。この選択正しかったんかな。あっこに行っちゃったら捕まえそうで。めちゃくちゃあった。これどっちだ、いいんかな。なんかすげえめちゃくちゃ上、めちゃあるやん、これ。これ何、あ、他の寝てて、あ、別の場所に寝てたらこうなるのか。はいはいはい、了解した。銃を取るか取らんかったか。外す。1階に行く。警官到着する。あー、これがな。白状すんなよ。これなんかあったんか、別のルート。これめちゃくちゃでかいイベントっぽいのあるぞ、ここ。いや、もう俺はこれは間違いじゃないと信じたいけどな。アリスのためにも逃げ合わせてくれ、頼む。ここないよ、濃いな。いやー、どうなるんすかね、ほんと。これ次来る、いや、まさかここで、リンクしてくると思わんかった。あー、マジかー。はい。まあ、次回、お楽しみという感じで、いきますか。はい、こんな感じです。はーい、お疲れ様でした。バイバイ。最後の挨拶、マジ下手やな。ちょっと考えとこうか。